今おろしてきました廃材。これね、息子がまた友達からもらったお菓子をね、僕が持ってきました。いや、今からね、雪町に行かないといけなくなりました。いや、多分雪結構、道路にもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあもうチェーン積んどるんで、一応ね、向かっていくんですけども、まあ道もね、ちょっと選びながら、どっから行こうかなっていう感じなんですけど、あっちの吉山の方抜けてきよったらね、山越えてきよったら多分雪があるでしょうからね、まあ、どっから行こう、ほんま。今検討中、アストラムラインの下からね、あの大原駅かいね、大原駅の方から右向いて上がっていくか、ああですよね、どうやって行こうかな、ほんま。はい、ちょっとこれを食べてからね、考えていきたいと思います。めっちゃうまそうじゃんこれ、スティックケーキだって。お、ボストンめっちゃうまそうじゃん、これ絶対高いわ。おっとっと、いはい、うまそう、しっとり系やね。うーん、うん、プレーンな感じで美味しいね。あ、あっこで後ろでね、おっちゃんが作業しよるんで一本あげよう。食べる？食べますか？あ、ありがとう。甘いの一本。はい、これお菓子、はい、食べますか？はいはい。はい、ありがとう。はい。じゃあ、さよなら、もう帰ってこんのんで。バイバイ。バイバイ。いや、早速大渋滞ですね。もうここ朝北区の口田なんですけども大渋滞。あ、先が思いやられるね。あの、もちろんもういつもならね、清風新島まで乗って、そっから、友西とあと沼田の吉山の方を抜けていくんですけど、もうその峠道今日ちょっとさすがに怖いんで、通るのが、もう一本西寄りっていうのかな、あの魚切ダムの方通っていこうかなと思います。はい、じゃあとりあえず五日市まで山陽道乗ります。広島ジャンクションから、広島北ジャンクションまでが、まあ要は中国道ですね。冬用タイヤ規制になってましたね。だから五日市までは、問題ないということですね。広島から五日市は問題なしです。はい、これがさ、スタッドレスだったらこうやっていちいち、まあ そこまでね、神経質になって道を選ばんでもいいんかなと思うんですけど、チェーンなんでね、やっぱりなるべく雪の少ないところを選びたいんですけど、まあこれはね、行ってみにはもう分からんのでね、ほんと現地に行ってみんと分からんので、だからそのチェーンを巻くタイミングとかもね、難しいですしね。極端に全く雪のないとこからね、先を見越してチェーン巻いてね、30キロ40キロでノロノロ走ったら迷惑だし、ね、かといって急に雪景色になってね、そこら辺の狭い路肩に止めてチェーン巻くわけにもいかんですしね、難しいですよほんま、チェーン巻くタイミングは。あ、でもね、両サイドに雪がこう積もってる山陽道を見るのもなかなか珍しいですね。年に何回かあるかないかなんでね。でもやっぱりどこだ、千代田の手前、鈴張とかあの辺りがやっぱり雪って深いんでしょうね。だいたいね、広島ジャンクションから北ジャンクションの間がタイヤ規制出てますもんね、いつも。あの鈴張の辺りは本当、豊平とかもすごいんじゃないかな、雪が。さあ、藤の木の団地に入っていきます。今のところ雪全然道は大丈夫ですね。ただね、本当油断しとったら急に凍結してるところがあるんでね、はい、僕一回のトンネルの入り口で滑ったことがあります。はい、でそのトンネルの中で数百メートル先で、4トン車かな、箱車が滑ってそのまま斜めに停車してました。はい、僕ももうちょっとでそれに突っ込むとこでしたけども、石打ちのね、免許センターの近くのトンネルだったんですけど、多分広島の方なら分かるかもしれん、
はい、あのトンネルの入り口でね、ちょっと下り坂になっとるんですよ。そこでね、入り口で本当滑ってしまいましてね、本当危うく突っ込むとこで、二次災害、三次災害とかね、巻き込まれるとこでしたけども、はい、だから気をつけないといけません、うん、まあ寒そうね、外は。じゃあ、大霧の方へ向いて上がってきますよ。まあ、こうやって今のところね、道路には雪がないんでいいですけど、それはこの道路にもね、雪がある中を走っていく動画なら、まあ絵的にはね、それは美味しいでしょうけども、実際には怖いですからね、やっぱり運転してる方は。だからやっぱりこうやって、まあほんのりね、道路脇とかこの山とかね、家の屋根に積もった雪を眺めながら走るぐらいがいいですよ、ほんと。うん、ドカ雪はちょっと勘弁ですけど、ね、やっぱり年にね、やっぱりいますもんね、雪かきとか、ね、雪屋根から下ろされるときにね、転倒したり、雪の下敷きになったりしてね、命を落とされる方がいらっしゃるんでね。あ、すごいな、ここ参拝屋さんが。あ、参拝屋さんがあるんだね、ここはね。同業者さんがね。はい、目立つ色のトラックだね。さあさあ、まあ大丈夫かな、雪はね。うん、もう溶けとるかなっていう感じですけども、今日はね、ちょっともうめったにこんな雪がちらついてるところをね、撮れることがないんで、走行シーン多めでやっておりますけども、でこの辺も走ることがあんまりないんで、魚切りの方から登っていくことがないんで、一回動画で出したよね、魚切りダムね、確か。焼いた打ってね、なんか肩こうしてますけど、どうしたんだろう。あ、土砂が崩れたんか、崖崩れですね。あ、崩れとるわ、のり面が。いや、こういうとこもさ、たまに信号無視して突っ込んでくる人がおるんで怖いですよね。あ、よかった、はい、あ、怖いな、こういうちょっとした橋の上がね、意外とほんと凍ってることがあるんで、あ、怖い怖い。一応ミックスタイヤなんですけども、ミックスなんて本当スタッドレスとかも全然別物ですからね。スタッドレスとは去年あの視聴者の方にそうやって教わりましたんで、僕も。ね、もうミックスとスタッドレスはもう全然別物よってね、言われますんで。あら、これ大丈夫かしら、これ大丈夫。あ、なんとかこのタイヤ、皆さんが走ったあとはもうね、雪が溶けてますけども、やっぱり肩に力入るな。あ、もうべしゃべしゃに今のとこ、これもう溶けて水になってますね、雪解け水。ただこういう橋の上は怖い。レスキューが行ってますね。あ、これやばいかもしれんな。ちょっと広いとこ止まってチェーン巻こうかな、この先。膝が冷たいよ。はい、片方装着 OK。 よし、はい、じゃあ約1年ぶりの、去年のあの三好以来ですね、チェーンを巻きました。音聞こえますかね、ちょっと窓を開けてみようか。聞こえますか。やっぱりチェーン巻くことになりましたね、今年も。ね、あらら、こんなとこへホテルがありますけども。あ、もうなんかやってなさそうですね。はい、いや、まあでも巻いて正解でしょう。道は今こんな感じですけど、やっぱりよそのこの辺の業者さんもさっきね、チェーン巻いて走ってましたし、この先がまたどうなっとるかわからんし、ね、ゆっくりゆっくり走っていきましょう。
はい、これ多分スマホとかで撮影しとったらすごい手ブレがするんでしょうね。ガン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 ね、 GoPro の手ブレ補正が発揮されとるかな。ちゃんと結構車内はねガン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 来てるんですよ。まあでもほんと早めに前撮ってよかった。やっぱねこの先どうなってるかなってドキドキしながら走るよりはやっぱりもう手前で前撮った方がいいね、うん、こうなるとねもういつどこで道にね雪とかあと凍結とか、まあ、凍結はもうないかもしれんけども雪がね、半分固まってる状態で残ってる場合もあるんでね、まあ、あまり僕は雪道詳しくないですけども、うん、だからこそもう早めにねチェーン巻いてから走ってます、うん、いやーほんと綺麗だわ。景色はほんと綺麗よ。雪が山の木々に垂れ下がって積もってめちゃくちゃ綺麗な景色を眺めながら走っております。幸いにも幸いなことにね後ろに全然車が来てないんで、うん、今40キロ以下で走ってるんですけど、よかったよかった。いいですね、なんかトナカイみたいですね、シャン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 ねもうクリスマス終わったけどさ、シャン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 ってね、めしゃめしゃじゃこの辺いつもねこの先77号線からね右から下ってくるんですけど、今日は、魚切の方から登りました。おさっきより明らかに道に雪の量が増えてきましたね。雪国の方からしたら大したことないかもしれませんけどね、広島でももうほんとあの京北に近い方とかね、あと神石高原町、あの辺りはもう雪がもうしこたま降るんでしょうけども、僕ら住んでるね南部の方は比較的そこまで降らないんで、ああトレーラーがチェーン巻くわ、こう左側広くなったところでねチェーン巻いてましたわ。トレーラーは一体何本つけるんだろう、チェーン。やっぱり1本かな、タイヤは1本しか動かんのかな、後ろのタイヤはね、うん、あー今ローなんでね、ローじゃないセコなんでちょっとあれなんですけど、やっぱり巻いとってよかったね。こんな感じでやっぱり凍ってますよこの辺。よかったよほんとチェーン巻いとって早めに。はい、もう現場近くなんですけど、ほらほらもうこの辺絶対ノーマルじゃいけれんけ、いくらミックスとはいえね、バリ山のミックスとはいえ絶対こんなところ登れませんからね、チェーン巻いとってよかったほんと。はい、じゃあ、今日ねこれから手積みです。今11時24分なんとか昼までにはつけたんで、30分で積んで出たいと思います。昼12時から1時まで作業できないとこなんで急いで作業せんとけ。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。今日は雪景色の雪町からお別れです。さようなら。あー。